ジョゼフ・ボニファス・フランクはフランスの画家である。ドローム県のビュイレ・バロで生まれた双子の兄弟に画家になったジャンピエール・フランクがいる。兄弟はフランス革命の後1792年に作られた全国から若者を選抜して美術教育の資金援助をする制度によって選ばれた学生で後にジャック・ルイ・ダビットの弟子になった。ダビットのスタジオでは ピエール・モーリス・ケをリーダーとしたバルビューパとして行動したとされる。ナポレオンの治世下で活動し、ナポレオン一世の妹のエディザボ・ナパルトがトスカーナ大公国の大公に即位した後、1812年にイタリアに移り、1813年にトスカーナのカッラーラの美術学校の美術教師に任じられた。1814年にナポレオンが失脚した後、 ナポリ美術アカデミーで教え、後に校長になった。代表作は、ベルサイユ宮殿にある、マリアルイーザと息子のナポレオン2世である。ナポリで没した。ありがとうございます。